願いします。お願いします。今日もなんか双子ちゃんみたいですね。いつなので、はい、シングスの下げ作家と小川です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。芸人みたいになっちゃった。目始めちゃって大丈夫ですか？はい、お願いします。じゃあ早速共有させていただきます。画面映っておりますかね？はい、大丈夫です。ありがとうございます。でちょっと最初に簡単にシングスのことをご紹介させていただきたいなと思います。シングス青山オーガニックガーデンが2016年の4月にオープンした会場です。英単語のシング、物とかことという意味から会場名は来ています。で一軒家貸し切りとなりますので4フロアをまるっと使っていただける都内では珍しい邸宅の作りになっています。で貸し切りにしていただけるのでご新郎ご新婦様だけの空間でご結婚式を作っていただくことができて当日のおもてなしというのも叶うのが特徴です。入り口から装飾などにこだわっていただけるのでこの画面で共有させていただいているようにこう入り口の部分でお二人の好きな装飾とかを持ってきていただいてコーディネートだったりとか挙式と披露宴の間にウェルカムパーティーのお時間を作らせていただいてゲストの皆様と、まあ、その日集まっていただいたからこそできるお話を楽しんでいただけるような自然体な空間っていうのを作れるようになっています。では続いてシングスという式場の名前に込められた思いをお話しさせていただきます。こちらにはお二人の思いを受け止める場所でありたいという願いを込めてシングスという名前を付けました。そのため結婚式の準備はお二人の好きなものとことをお互いに出し合うことから始めていきます。シングス独自のカウンセリングを重ねイメージするドレスやお花、お料理に至るまでデッサンされたウェディングブックを作成しています。お二人の思いが全て再現された時本当の意味でお二人らしさでおもてなしが叶うご結婚式というものが形になるのかなと考えています。今画面に映っておりますように真っ白なキャンパスに本当に統一性と求めずお二人の好きなものことをまずは集めて切り取って貼っていただくという作業から結婚式の打ち合わせがスタートしています。この後は実際のお客様の一例もご紹介させていただきます。はい、I'm nothing without you っていうのが、まあ、和訳するとあなたがいるから私がいるっていう意味なんですけど、過去にお手伝いさせていただいたお客様の例で、一番最初の新規の際にご来館いただいた時から、周りの方とのつながりを大切にしたいなっておっしゃっていただいているお二人でした。で人と人との結びつきっていうのを本当に大切だよとおっしゃっていただいてまして、これまでの、まあ、2人それぞれの人生の中でも辛いこととか大変なこととかたくさんあったと思うんですけれども、その一つ一つをこう乗り越えていただけるようなご家族との強い結びつきであったりとか、大切な仲間とみんなで過ごす時間を普段からとても大切にしているお二人でホームパーティーとかもされるってことだったんですけど、それくらい、まあ、ありのままで自分らしくいられる居心地のいい時間っていうのを作っていきたいなっていうのを大事にしました。でこの大切にしたいからこそ、こう決まった演出をそのままやるのではなくって、一つ一つの演出に対してもお二人らしくこう納得をして意味があるっていうものを一緒に考えていきました。なので当日出来上がった空間っていうのはお二人のこう好きな物事があふれた世界観で、入り口からゲストの皆様をお出迎えして笑顔と、あとは、まあ、お二人からもゲストの皆様からもこうありがとうがたくさん溢れる時間になりました。はい、
以上が私たちが大切にしているご結婚式の作り方のご紹介になりますので、この後早速館内のご案内に入らせていただきます。ではチャペルにこのまま移動させていただきますね。お願いします。あ、すいません、今いたのがサロンになります。打ち合わせのサロンです。同じフロアにチャペルが、そのためチャペルのみのご案内にはなるんですが、チャペルのご案内させていただきます。下坂さん、ごめんなさい、ちょっとだけお声が遠いみたいです。すみません。あ、今大丈夫です。はい、あ、クリアです。今日イベントの兼ね合いでチャペルのみのご案内にはなります。もうとっても可愛いですね。可愛いですね。新郎ご新婦様の出入り口、扉口となります。ちょっとじゃあここから行きます。お昼の時間だと天窓になっているので、上から太陽の暖かさをふわっと感じていただけるような雰囲気になっております。またそのまま下のバージンロードなんですが、一生に一度のこだわっていただくドレスのデザインがしっかり入るようにシェルタイルを敷き詰めているバージンロードになっています。教会式でも神社式でもどちらも同じくらいの割合でご案内をさせていただいているのが特徴なんですが、このようなナチュラルなチャペルなので、ご夫婦になられるその瞬間を一組一組のお客様に合わせて大事にされたいという形でお手伝いをしております。ちょっとお昼だとまたイメージが変わると思うんですけど、はい、この後は実際にこちらのチャペルで、本陣前をあげていただいたお客様の一例を、少し雰囲気もまた異なるのでご紹介させていただきます。画面映ってますかね？はい、大丈夫です。はい。はい、こちらのお二人は、日本への留学をしたのがきっかけで出会ったお二人になっています。それぞれの国のルーツであるフランスとオーストラリアはご披露宴で取り入れることにしたので、ご夫婦になるための挙式は日本を大事にしたいという思いで、日本を感じる和装で自然体のお二人でいられるように、こちらのチャペルでご夫婦になることを選んでいただきました。日本の文化を改めて感じながら、お二人がこの場所でご夫婦になられたことは、ご参列いただきましたゲスト様にもお二人のルーツとして感じていただきたいと思います。この時だけはお互いの一番お互いらしていられる温度です。小川さん、下坂さん、ごめんなさい、またちょっと声が遠くなっちゃいました。ごめんなさい。あ、今大丈夫です。お手紙のシーンは、お互いの一番お二人らしくいられる言語が英語とのことで、英語で思いを伝えていただきました。素直に言葉を伝えることができる言語を取り入れながらも、日本の文化とお二人が一番お二人らしくいられる挙式のお時間というものを、こういった形でお手伝いさせていただきました。シングスからは以上になります。はい、ありがとうございます。時間が結構まだたっぷりあるので、せっかくなので、そしたら画面で戻せますかね。あ、はい、ありがとうございます。まだお時間結構たっぷりあるので、ぜひシングスさんの魅力をお伝えいただけると嬉しいなと思ってるんですけど、実際あれですね、フロア自体は、はい、3フロアになるんですよね。4? そうですね、3フロアで
地上が2フロアで、うん、地下が、まあ、2フロア、こう半地下の部分があります。そっか、あそこのパーティー会場がほぼ2フロア分っていう感じの。そうですね、うん、そうですね、吹き抜けなんですけど。そうですね、結構シングスさん行かれたお客様皆さんおっしゃるのが、もうなんかどこにいても自然光が入ってきて、どこにいてもなんかのびのびできるなっていうのをすごくおっしゃることが多いんですが、実際お二人もそんなお声よく聞かれます？そうですね、チャペルとご披露宴会場とコントラストの違いがちょっとあるかなと思っていて、チャペルは自然光がこうパーッと入る明るいチャペルなんですけど、ご披露宴会場の方は柔らかい光が入るようなこう会場になっているので、同じ時間帯でもちょっとこう色味の違いとかは楽しんでいただけると思います。同じ明るさなんですけど、確かに柔らかさというか、まあ、その強さの加減が結構違うってことですね。そうですね、色味がちょっと違う感じですかね。お時間があと10分弱ぐらいあるんで、もしよかったら座っていただいて。そうです、移動します。はい、今はあれですかね、チャペルです。はい、ありがとうございます。一軒家がこう丸々貸し切りっていうのも魅力だと思うんですけど、待合のスペースとかも随分あれじゃないですか、特徴的じゃないですか。そうですね譲り合いなんかお家のリビングルームをイメージして作っているお部屋なんですけど、ご親族様とご友人が使えるところと分かれていて、なんかソファーとかを多く使っているので、あ、共有で、さっきちょっとちらっとお写真使ったんですけど、ゲストの皆様がこう一番最初に来ていただいて、こうとってもくつろげる空間になってますね、この右上のところ。しかもだいぶ広さもありますよね。そうですね、ありがとうございます、知ってくださっていてすごく広いので、ここで挙式と披露宴の間にウェルカムパーティーとかして、うん、ゲストの皆様と乾杯していただいたりとか、うん、写真撮っていただいたりとかする方もいらっしゃいますね。あれですね、その作り込み方も割とパーティー会場だけっていう式場さんも多いと思うんですけど、シングスさんってもう全館丸々使っていらっしゃるイメージがなんかすごい強いなと思っていて、こだわりたいという方は多いんですかね。そうですね、あとは結構一軒家を貸し切ってゲストの方が来ていただいたお時間もう入っていただいた瞬間から、うん、やっぱお二人のご結婚式がこう始まってますよねみたいな思いに共感してくださる方も多いので、この写真にもあるように結構エントランスからこう2人らしい空間でゲストも緊張せずに待てるようなコーディネートとかをしっかりと全てこだわっていただくお客様が多いかなと思います。うん、確かに結婚式慣れそんなにしてない方だったりとかするとゲストがまず緊張してますもんね。うん、そうですね、来ていただく時にこんなとこあるんだって思っていただく方は結構多いと思います。ですよね、新郎新婦のお二人からしても特別感あるけど、ゲストの皆さんからしてもおおってなりますもんねそうですね、喜んでいただく方は多いと思います。ここは緊張しないで待てる方が結構記憶にもしっかり残るかなと思うので。確かにゲストもね、緊張してるとな記憶に残りづらいというか、もうただただ緊張してたっていう記憶になりやすいんですけどまあ最初からリラックスできると挙式の時の記憶とかもすごく明確に残りますよね。はい、ありがとうございます。パーティー会場も割と装飾とかも こだわったりはできるんですかね。
そうですね、これは撮影時に撮ったものなんですけど、これだけで3パターン全部同じ会場なんですけど、装飾だけでこれだけイメージを変えることができるので、結構お花屋さんが入っていただいて、こう一つ一つお客様とお話をして、書いてあるんですけど、デッサンを書いて作っていくっていうのが結構ポイントだと思います。テーブルレイアウトも2パターンあるんですよね。そうですね、この長いテーブルと、あとはこのオーセンティックスタイルみたいな丸いテーブルと、なので割とこうナチュラルな空間がいいけどかっちりしたいなっていう方は丸いテーブルを選びいただく方もいらっしゃいますし、もう本当にこうなんだろう、ちょっと豪華な飲み会みたいにしたいという方で、長いテーブルでみんなでおしゃべりするような雰囲気がいいなって選んでいただく方もいらっしゃいます。意外とね、この長いテーブルって今インスタとかでも人気なので、皆さんどこの式場でもできるんだって思ってる方が多いかなと思うんですが、意外とできるところってそんなに多くないんですよね。そうなんですね、そうですよね確かにこの規模感っていうのは結構珍しいかもしれないですね、うん、人数結構使っていただけるので、うん、キャパシティもありますもんね。はい、最大で110人まで入る会場なので、うん、結構皆さんゆったり過ごしていただく方が多いですかね。写真ではちょっと伝わりづらいと思うんですけど、意外と天井が高いので、お開き自体は地下にあるんですけど、入った時の開放感とかを見てくださって、わ、こんなとこあるんだっておっしゃっていただく方とかは結構多い気がします。確かに。あと私のすごい個人的な印象なんですけど、こう結婚式の何て言うんでしょう、式場探ししてる時ってどちらかというと新婦様はすごく前向きなんだけれども、新郎様がまあそんなにこう新婦様と比べるとやろうやろうっていうテンションじゃない場合とかに、シングスさんに行くとものすごい新郎様のテンションが一気に上がるみたいな。あれ、この間までなんかもうちょっとテンション低かったのにすごい楽しみになってるなっていう方がすごい多いような印象があって、実際現場にいらっしゃってどうですか？そうですね、なんか結構可愛らしい会場だったりすると女性寄りだったりすると思うんですけど、割とウッドベースにしてるので男性でも女性でも喜んでいただけるっていうのがまず大前提あると思うんですけど、なんか皆さんここにあれをこう、ここでビール飲もうかなとか、ここで乾杯しちゃおうよとか結構皆さんおっしゃっていただく方は多いと思います。でもガチガチじゃないっていうのも、まあ、いわゆるナチュラルウェディングの要素の一つなのかもしれないですね。そうですね、見た目だけでなくてお二人自身がこう自然体でいられるっていうところも大事にしたいなとは思ってます。ありがとうございます。あとはお二人から、大丈夫ですか、これは言っときたいぞとかないですか？そうですね、なんかあります。このコロナ禍で私たち自身もまあこうご結婚式と向き合ってきたんですけど、なんかもしこう諦めそうになっちゃってる方がいらっしゃったら、なんかそうでもないっていう、まあ、ところからしっかり話のカウンセリングをさせていただいて、どういう形ならお二人にこう届けられるかみたいなところを、まあ、スタッフ全員大事にしているので、そういった思いを持っている方は諦めないで結婚式もやっていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ございます。最後のお言葉がなんか胸がね、素敵だった、はい、くなりました。ありがとうございます。ありがとうございました。素敵なご紹介ありがとうございました。ありがとうございます。シングス青山オーガニックガーデンさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、よかったですね
や本当その通りですよね、うん、まずはどうしたらできるか、うん、まあ、それを一緒に考えてくれるっていう、その何でしょう、心強さと言いますか、うん、安心感と言いますか、うん、思いを一緒にできるっていうのはすごく大事なことですよね。そうですね、うん、ほっこりしました。はい。はい。じゃあ次に行きましょうか。はい。